こんばんは。2011年1月1日土曜日です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あれ？画像が固まった。あ、オッケーオッケー。なんだろう？ちょっとコンピューターの調子がおかしいのかな？あ、今オッケーですね。はい。昨日から寝てません。いつも年末年始は徹夜というかずっと起きてますね。昨日の4、5編後の夜の放送が終わった後、すぐに、あ、消えた。あ、ね、これ。わお、画面消えたじゃん。オッケーオッケー。あ、申し訳ありません。昨日の4、5編後の夜が終わった後、すぐに、暴走族の検問をやってるんで、宮崎県の総合運動公園の手前の、国道220号のバイパス、そこの取材というか、ドライブレコーダーを積んでるんで、ドライブレコーダーを車につけて、ブーンと走りました。あれ？また落ちた。何これ？なんか調子がおかしいですね。画像が消えますね。で、その後、また家に戻って、昨日行われた宮崎神宮の大祓祭の、動画の編集をずっと朝までやってました。そしてまた朝の5時半前に、自分の家を出て、また、暴走族の検問所を通って、サーフィンのメッカの木崎浜海岸に、行きました。初日の出を撮るために、毎年木崎浜に行ってるんですね。それが、この写真ですね。これかな？今、東の空に金星が見えるので、今日はちょっとね、運が良くて、三日月の上の方に金星が見えました。ちょっと写真、カメラがね、ちょっとあまり撮影がうまくないので、ちょっとピンボケしちゃったんですけど、ちょうど夜明け前の様子から、どんどん夜明けに近づく夜の様子をね、まあ、撮影しました。まあ、他にもね、日南海岸であれば、どこでも、初日の出のスポットはいっぱいあるんですが、なぜかね、私はこの木崎浜海岸が好きなんですよね。何が好きかというと、サーファーをしている方々の、ね、サーフィンの様子を見ながら、まあ、撮影しているということで、今年はね、去年よりもね、サーファーの方の数が多かったですね。結構車がいっぱい並んでました。昨日、田野町の方に行ったら氷点下3度で結構雪が積もっていたんですね。で、元日の今日も寒いですよという方があったんですが、海岸はね、まあ、多少風は吹いたんですけれど、そんな寒くないんですね。ですんで、まあ、割と快適に、撮影することができました。最近、初日の出をずっと拝んでますね。もうこんな感じで。今年も綺麗な初日の出を撮ることができました。もう撮るのはいいんですけどね。まあ、その後、7時40分ぐらいに木崎浜を出て、また家に戻って、ずっと動画の編集やったんですね。なかなかね、初日の出を15分以内に収めて、余分なところを削るのは簡単なんですが、その後のレンダリング、あと YouTube にアップするためのエンコードか、が時間かかっちゃうんですよね。他にも結構ドライブレコーダーで撮った、画像があったので、
その動画の処理とかやってましたら、ずっと先ほどまでかかってました。ですんで、今、睡眠時間は1時間ですかね。まあ、ほんとこの4、5品ぐらい夜も今日休もうかなと思ったんですが、まあ、今年、365回続けてみようかなと思っております。まあ、視聴者の方が少ないので、まあ、自分で勝手に喋っているんですけど、まあ、今年の目標、4、5品ぐらい夜を、4、5品ぐらい曲がりながらも、365回続けようかなというふうに思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。何回か前の放送で日の丸の話をしたんですね。我が家はきちんと玄関先に日の丸が上がってました。今日ちょっと日の丸がどのくらい上がってるのかって市内をぐるぐるっと回ったんですね。回るというか、初詣に行ったので、その道中何軒ぐらい玄関先に日の丸があるのかなと思ってみたんですよ。ほとんどないですね。5軒か6軒ぐらいあっただけで、あとその街中に日の丸が上がっているとか、そういった様子は全く見ませんね。で、車の正月飾りもほとんどありませんね。タクシーにもついてませんし、もうましてや普通の自家用車にもついておりません。なんかね、昔に比べると正月風景っていうのがどんどん減ってきて、普通の一日の朝という感じがしましたね。なんか寂しいなーって、日本らしいお正月の風景っていうのが、どんどん減っているのかなというふうに感じました。また今日明日 PJ ニュースの原稿で日の丸なんであげないのということをテーマにして原稿を書いてみようかなというふうに思います。ということで、今日はもう早く寝ようかなと思います。2011年、うさぎ年ですね。今年も、よろしくお願いします。まあ、この4品の夜を、毎日続けるということと、あと僕の仕事、安定した収入が入るように、ちょっと仕事をね、頑張ってやってみたいと思います。今日は、2名の方ご視聴どうもありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。まあ、こんな感じでしょうもない話をあっち行ったりこっち行ったり、4、5品語で曲がったような話をしてますんでね。あまり楽しくないかと思います。まあ、その辺はご了承ください。さて今から、ドライブレコーダーで撮影した動画の、エンコード、それが終わったので、今から YouTube の方にアップします。で、今日のこの放送も、後ほど YouTube の方にアップしますので、また YouTube の動画、今年の初日の出の映像は綺麗です。どうぞ後で僕の YouTube の方からご覧ください。それでは、本日の4、5編目のある、この付近で終わりにします。で、また明日、おやすみなさい。